5、4、3、2、1、いってらっしゃい。順です。今日は陣馬山トレイルレース、ロングの部出場のために、ここは、藤野という場所にやってきました。ロングの部コースの距離は34キロで、先日行われました、陣馬山トレイルレースプレ大会と同じコース、一部コース変更があるようでも、ちょっと距離は短いですけども、難しいコース、難易度はそういうというか、難易度、走る場所は、急な登りだとかはないんですけども、山岳まで、登りが続くので、かなり足に来る。そこから下りが6キロぐらいあって、距離の割には、きつい、トレイルレースになりそうで、前回、4時間という、その中間にあった関門を突破するという、その、ペース配分がすごく難しくて、私は4時間は超えて4時間3分ぐらいだったんですけども、今日も、前回のペースと同じように、序盤一生懸命頑張って、なんとか後半の舗装林道の部分で、足が残ってるように、走りたいと思います。少し余力がないと、後半全然もう歩きになっちゃって、タイムを稼げないので。で、ちょっとその、上りのずっと場面と、ずっと下りが続く場面で、いかに体力というよりは、脚力を温存でいくというところです。準備できました。現在時刻は午前7時39分です。8時スタートまで、20分ぐらいありますね。で、スタート地点は青い上りのところ、あそこがスタートです。今日はちょっと後ろの方でスタートして、序盤は渋滞をするんだと思うんですけど、渋滞の中から徐々にペースを上げていくような、そういう動き。参加者はプレーの大会よりは多いです。で、従来のコース設定だった 部門が、9時スタートと、なんかロングの方が先にスタートします。 そのロングといってもスタート時間8時ですので、今日はかなりのんびり準備することができました。さあ、今日の装備ですけどね、今日の装備は、ノースフェイスのベクティブインフィニティ、またこのシューズを履いて出走します。このシューズですと、いろんな機能がついてますんでね、気合が入ります。このように天候はすごく快晴に近くなってきました。気温も今日20度以上ありそうなので、かなり発汗の対策をしてきています。汗かきそうなので、インナーに今日はミレーのドライナミックを着てきていますので、
まあ、汗対策で汗を吸って外に出すという能力を高めてきています。ウェアでそれをやって、で、あの、まあ、気候が急変する可能性がちょっと あるので、まあ、レインウェアを装備できるように準備してきています。で、まあ、32キロ34キロありますけども、まあ、5時間台、5時間半、できれば5時間前半ぐらいでなんとかっていうところですけどもね、まあ、無理かな。帰りのこの舗装林道からの10キロを1時間で帰ってこれると5時間前半が見れる。まあちょっと頑張りますけどね。始まりますね。荷物預けます。参加者が多いのでゆっくり行っても早く行っても、まあ、あまりタイムを縮めることはできそうにないですね。走ってきた時間は1時間4分です。それで、今平坦路、ちょっと下りも含む道へ、入ってきました。
で、多分前回は、前回っていうのはそのプレの時は、ここで、まあ、1時間切ってるんですけど、ちょっと飛ばすぎて、多分ここで、まあ、筋肉に、疲労を作ってしまったというとこなので、まあ、まだまだ序盤なので、まあ、ここ10分ぐらい遅くても、残りの1時間、残りの1時間というのは、その、足が最後まで残っている方の方が、トータルのタイムは稼げそうなので、まあ、今は、このように、のんびり行っています。まあ、どの道この、一番、今日の一番高いところに向かっていますけども、もう、近いので、あと数キロ。で、まあ、なんか山頂みたいなところまで行きますんで、そこからが勝負です。ちょうど血液も、まあ、毛細血管を広げ始めていて、まあ、体が赤くなる、有酸素の、まあ、酸素の運搬に優位になってくる時間。どうも私は40分から120分ぐらいかかるので、まあ、今から本番というところで行きます。全く息が切れている不気味なトレイルレースの序盤です。全く息が切れない。今日は、糖質メインで、エネルギー源を用意してきています。まあ、サクサクいきますのでね、まあ、燃えやすいというか、手軽なパワーアップになる、それを用意してきてます。ブドウ糖と黒蜜の組み合わせで今日は来ました。一応 MCT も1本持ってきてますけどね、どういう感じになるでしょうか。足がつりそうです。今日は昆布持ってきましたけど、足りるかどうか、もう使い果たしてしまいましたけどね。さあ、ここはどこ？はい、三国山通過しました。お、ちょっと寒いし、ここで一回ウェアを着ましょうかね。なんか一枚レイヤーを重ねて、風がちょっと冷たいので体温の低下を防ぎます。今日はお腹に他の貼ってきてますんで、汗びえもまあ大丈夫かなと思うんですけど、お腹を冷やすと、まあ、そっちに血が行ってしまって、で、まあ優先順位がちょっと足から臓器の方に行ってしまって、夏でもまあ足のパワーが抜けるので、お腹だけは温めててもいいかなみたいな感じです。
結構5分ぐらいで冷却されちゃうんで、すぐ内臓の方に血が多く行ってしまって、せっかく足の、血の流れが出てきたのが、臓器に戻ってしまうというとこなんですけど、で下りなので心拍がちょっと下がるんですよね。そういうのもあってちょっと、発汗したものが汗が、冷えやすいというとこです。下っていきます。今日はフラスコ忘れちゃって、ペットボトルで水分補給してます。水分補給の抵抗量は 1.5 リットルですね。あ、チェックポイントだ。チェックポイントです。はい、はい、なんか書かれた V、 書かれた。あ、この下りがずっと続くので場所を置くの、なんかある場所の石垣、長い下りがずっと続きます。それで腹8分というか腹6分ぐらいで行ってますけどね、あんまりここをいい感じで走ると、めちゃくちゃ速い人はここで時間短縮狙えますけどね。平坦でスピード出す分には足のダメージ少ないんですけど、下りはリスクが結構あるので、よくわかるのは、長い下り終わってから最初の一発目の上りで、動けなくなっちゃってるみたいな。やっぱ血の巡りというか、そういう、コントロールが、やっぱり、大雑把でいるよりは、細かく、今自分の体で起きていることを観察しながら走る。例えば、今、大体四頭筋に、重みとかじわーっときたらペースを落とすって単純なことをやれば、自分のことを観察するということになるんですけど、それがちょっと踏ん張りどころってやるのを結構序盤からやっちゃうと、後が持ちません。後が持たないです。まだ中盤ですね。ラストスパートだともう使い切っていいですけどね。まだまだ、まだありますよ。というわけで、今走ってきた時間は2時間42分です。このペースって4時間以上かかるのかな、そこのエイドまで。ちょっとわかりませんけどね。快調ですね。下っていきます。うわ、景色すごい。よくやった。ちょっと中盤以降差し掛かって、いわゆるプレジンバサントレイフの時に設定された4時間という時間が、関門時間というところであったんですけども、多分これ下り切ったらもう一回登るんだったかな、ちょっと覚えてませんけど、その4時間という、ボーダーラインみたいなのが出てきます。で、今3時間5分です。で、もう前回は夏だったので結構厳しかったんですけど、今日はいけてますね。
もしかしたら4時間切るかな、切るのかな、これを。で、まあ、だからなんだっていうことになっちゃうんですけど、足が残ってて、舗装林道の上りに入っていけるので、多分そうするとゴールタイムがかなり、プレーの時とは違う速いタイムが期待できるのかなと。まあどうなんでしょうね、ボリュームゾーン皆さん同じようなタイムで、走るので、まあ順位で言えば真ん中ぐらいの走力で今日は、進んでってます。これ舗装の下りなんですけど、もうここは歩いた方がいいですね。どうせ走っても1分も2分も変わらないので、このゆっくり動かして斜めの負荷を抜きながらゆっくり行けばダメージを抑えることができますけどね。ジョギングのペースでも相当ダメージがあるので、まあ、ここはゆっくり、もう下見えてますからね。3時間47分です。で、見えてきましたね。いや、前回よりは相当早いですよ。足は釣りそうですけどね。はい。ここもちょっと補給せずそのまま通過します。はい、はい、大丈夫です、ありがとうございます。うわー、ちょっとお菓子とかなんかあるみたいですけどね。さあ、この橋と紅葉と、ちょっと内ももと太もも全体的に釣りそうです。取れるから出てきました。経過した時間は5時間2分です。もうちょっとでゴールです。膝痛くなってきた。左でペースを上げると膝が痛くなっちゃいます。でもなんとか5時間前半という目標はクリアできそうです。さあ、ラストスタート神様、ラストスタートです。ゴールしました。50時間8分でした。さあ疲れた。
ロングの部優勝出てますね。女子はまだ、まだということで、もう皆さんでも帰ってきてるんですよね。まあ、自分の順位はどれくらいなのかちょっとよく分かりませんけど、まあまあ今日は出し切れました。ちょっとやっぱり下りが長いときついんです。足が痛いんでまだ脚力を強化しないといけなそうなんですけど、まあプレー大会よりは全然早いんで、50分ぐらい早いタイムでゴールしましたので、まあまあいいかなみたいな。この帰りの道中のこの坂道がきついんですけど、足が痛いです。まあ、今日の課題というか、まあ、以前用意されていた関門時間突破というのと、あと5時間前半でゴールするというのは達成できてよかったです。5時間切れるかなとは思わなかったんで、まあ、エイドステーションに寄らずに行けば、まあ、どうでしょうね、20分ぐらい短縮して、あと舗装林道が走れたのでそこでも20分ぐらい、40分、全体的にはゆっくり走ったつもりなんですけど、そういう、ロスタイムを減らす工夫というか、なんでしょうね、全く動けなくなってとか言って困っちゃうっていうことがなければ、まあまあトータルのタイムとしては早いかな。5時間どうなんだろう、めちゃめちゃ早い人、2時間台とかかな、まあ、よく分かりませんけど、2時間はいないか、さすがに2時間はいない。4時間台は早い人 でしょう。5時間の人で前半、5時間前半の人もまあボリュームゾーンってランナーの平均的な走力よりはやや早いかなと思うんですけど、ちょっとそれは順位はまあ見てのお楽しみというか、またうおーとかやりましたけどね、あの途中で、うおーとか言ってやると上りなんですけど、なんていうか一時的に疲労感を経験できるというか、そこで舗装林道間の上りにトレイル一本入ったんですけど、そこをうおーってやりました。なんかちょっと自分はあれ変な雰囲気出しちゃうみたいで、怖いかもしれませんね、そういううおーっていう人が来るとどうでもいいんですけど、そういうのは。殺気みたいなので、殺意じゃないな、うおーっていうのは自分の頭に浮かぶのはいつもワークアウトのなんか追い込みの時のうおーが出てくるんですけど、でも止められないみたいな、止められないを思い浮かべて、足トレのラスト近辺のぐちゃぐちゃを思い出して、なんか、まあ そこそこのきつさに耐えるみたいなのをやりました。まあそれもテクニックの一つだと思うんですけど、うおー、イメージとしてはなんかマシーンになった感じで、もううおーなんですよ、本当にうおー、なんかもう止められないみたいな感じで、マシーン
その登りが終わりきって、まあそれが効果が持続してればいいんですけど、まあ、一時的なそういうなんかパワーアップですね。実際に武者震いみたいな、鳥肌が立つというか、まあそういうアドレナリンの分泌、まあ神経のその働きというか脳のあのまあ信号の中で疲労感を殺す動き、まあ、そういうのドーパミンとかアドレナリンでうわってやれば、まあ、一時的にその、まあ、今しなければいけないことにフォーカスできるというか、まあ、フォーカスじゃないんですけど、まあ、結構疲労が出てきた局面でそれを使いました。逆に最初からアドレナリンみたいなのをやるぞとか言って やっちゃうと全然持たないんで、やっぱり、コントロールして、あの感覚をコントロールして、まあ、例えば足がつって動けなくなるその手前ぐらいで、体を動かしながらリカバリーを取るとか、そういうのにあのまあ、脳内ホルモンの働きを利用すると、まあ難しいな、それは自分はそういうふうに思っててそういうふうになってるかどうかは分かりませんけど、まあ、そういうことです。来ました。ちょっとお車があの洗車してなくてドロドロなんですけどね。でもいいロケーションですね、ここ。このように山と少し紅葉が始まっていて、赤い橋がトラス構造のあの赤い橋見えて、なんかこう車がここ列をなして止まってますみたいな感じなんですけど、いいですね。あ、もう枯葉が車の上にいっぱい乗っかっちゃってますけどね。ホンダ CRG、まあ、いつものマイカーなんですけど、頑張れば車中泊もできますけどね。今日はあの近場なので、車でどうでしょう、すぐの場所っていうか、ちょっとお着替えして帰りの支度をします。今日ちょっとあのカメラこれソニーなんです。ソニーのあの何でしょう、レンズスタイルカメラ QX10を使っています。 QX10 めっちゃ綺麗に撮れるので、まあ、4K はないんですけどね、 4K ではないんですけど、これちょっとこのオープニングセレモニーみたいな、この輝きですよ。すごく綺麗に撮れます。手ブレも補正効きますよ。あの大げさな動きしなければ大げさな動きしなければこのようにちゃんと手ブレが補正が効いていて使いやすいですね。手持ちサイズです。なんかあの単焦点レンズ
50ミリの単焦点レンズぐらいの小さいサイズで、重さが160グラムぐらいの、ソニーのコンデジの RX100 シリーズの変わり種バージョンなんですけどね。まあちょっと見せますけど、このようにスマホモニターに、うおーすごい、すごいことになってしまった。スマホをモニターにして、取り扱うというなんか本末転倒みたいな、誰得アイテムなんですけど、カールツワイスバリオソナーとかって書いてる、ソニーのまあ高級レンズブランドみたいな、いいやつを使ってますよね。あんま詳しくないんです、ごめんなさい、分かりませんけど、ヤフーオークションで、買いました。ヤフーオークションで お安くゲットしています。でもこれの本当欲しかったのは QX1 が欲しくて、 QX1 はセンサーサイズが、これは QX100 はめっちゃ綺麗ですけど、センサーサイズ1インチサイズです。RX100 Mark II と、スペックがよく似ているそうなんですけど、で、QX1 欲しかったのは、それは APS-C サイズのセンサーを、手元で持っていけるっていう超ちっちゃい、ボディで、もうなんかレンズキャップみたいな感じにその本体が収納できるっていうんで、ああいいなと思ったんですけど、中古相場がとんでもない値段になってます。なんか場所によっては二十何万とかなってて嘘でしょと思ったんですけど、ヤフオクの相場でも8万円とか、8万円なんかもうないんですけどね、ないんですけど、あったとしたらもう新品の時の値段以上になっちゃってると思います。で、面白いと思ったんですよね、 APS-C をレンズスタイルカメラというこのスマホに取り付ける、一体何がしたかったんやっていう、そのエンジニアの発想をこう手に置いてみたかったんですけど、まあちょっと余談ですけど、このカメラの難しいところは水平撮るのが難しいです。水平のこのラインをまあスマホで確認しないと何のことやらさっぱりわけわかんないが構図で、撮影することになりますというわけで